込み1、テーマすき家の大改革。すき家の大改革というマネーポストの記事を読みました。ただいい話だけピックアップされていますが、待遇改善どころか悪いところしかありません。レジの不具合のため入客を制限したら、手入力でもいいから入れろと本部から指示が来たり、お客様都合のオーダーキャンセルの処理をしただけで横領を疑われたり、それに私の店舗では未だにワンオペ対応です。私一人でドライブスルー、Uber Eats の対応。そのせいでせっかく発見していただいたお客様を20分間近くお待たせしたこともありましたから。お疲れ様です。社畜ジャパンです。今日はすき家の大改革をテーマとした現場の口コミを紹介します。口コミ2、引用マネーポスト。かつてすき家はワンオペ長時間労働低賃金が話題になることも多く、2010年代にはワンオペの時間を狙った強盗事件も相次いだ。2014年には労働環境改善に関して第三者委員会から調査報告書が提出され、数々の法令違反も指摘された。そうした事態を受けてすき家は2019年頃から本格的に DX 化を推進。都内店舗の深夜スタッフの女性はこう語る。ほとんど客と喋ることなく淡々と牛丼を盛り付けるだけ。暇な日は一言も発しない日もあるので、日本語を勉強中の留学生もたくさん働いています。時給も高いのでこんなにいい環境はありませんよ。口コミ3。まず前提としてワンオペはなくなっていません。この記事はすき家の案件記事ですか？わざわざ都内の、しかもごく一部の、しかも深夜時給で比較している時点でもうお察しください。きついならバイトだからやめたらいいというコメントもよく見かけますが、それも一つの考えだと思います。しかし、たとえアルバイトだろうと、自分が所属する店舗を改善していこうと考えている人もいます。私はどちらかといえば後者の人間です。労働者を大切にしない企業は潰れますよね。企業も労働者もお互いを大切にする関係であるべきです。口コミ4。他の店舗の事情やアルバイトのことは知りませんが、時給を上げろと言えるほどの仕事をちゃんとしていますか？私の店舗ではちゃんとしている人の方が少ないんですけどね。会社側ばかり批判するのもどうかと思います。かといってすき家の労働環境が良いとは全く言えません。深夜料金こそ導入されましたが、私の店舗の時給は一向に上がる気配はありません。なんなら最近、お昼の一番忙しい時間帯に店員がいなくて2人で店を回していたりもします。店長も人件費を浮かせたいからなのか、ヘルプを呼ぼうともしません。口コミ5。世界から飢餓と貧困を撲滅する前に社員の貧困を撲滅すべきでは。現役のバイトで夜勤を週4から5出勤、深夜のワンオペこそなくなりましたが1時間ごとに交代で1時間休憩、拘束時間はそのままで実働時間は減り、給料はダウンしました。また緊急指示の共有ラインに勝手に組み込まれました。シフト外の明るい時間に動くラインを見て、他のバイトにも共有しろって、寝る時間がなくなります。主張できる性格だから断りましたが、業務連絡や新人の教育とか流されてただ働きする従業員は本当に多いです。口コミ6。すき家を運営するゼンショーグループにいた。激務で転職して10年後くらいに仕事でゼンショーの社長と1日同行することがあった。ただワンオペ騒動のせいかかなりやつれて小さくなっていた。創業者の奥さんが世論の矛先になり泣いていたというのも案外事実なのかもしれない。すき家にはお世話になっていたので、なんとか過酷なオペレーションが改善されてほしいと願っている。なお地元のすき家に行った時、スタッフは3人いたけど全員アジア系の外国人だった。悪評が流れすぎてよっぽど日本人に避けられているのか。口コミ7。すき家のレジで店員が無言で伝票のスキャンだけして、会計が済むのを見届けず、駆け足で厨房に消えていった。このような出来事は一度ではなく何度も遭遇している。絶対ポイントやキャッシュレス決済でクレームになると思うのだが、そこまでしなきゃ店が回らないのか。だったらその中途半端なセミセルフレジをやめるべきでは。すき家のみならず、他のゼンショー系列の店舗でも遭遇した。だから、もしやグループ全体でそういう指導がはびこっているのでは、と疑ってしまう。口コミ8。すき家のワンオペのことを舐めているような人。基本的にそんな人は、すき家でワンオペをしたことがない人、田舎の店舗に所属していた人、ただのかっこつけ強がり。この3択なので無視してください。ワンオペが騒がれていた時のすき家でワンオペをやっていましたが、根本的なところが改善していればいいんですけどね。当時は、ここの社員になったら死ぬって本能的に感じていましたよ。今はセミセルフレジやタッチパネルオーダーを導入しているから大丈夫だろって感じなんでしょうか。口コミ9。私の店舗の時給は上がっていません。深夜料金が始まってしばらく経ちますが、一向に上がる気配すらありません。それどころか新メニューなど追加され、仕事は増える一方、深夜帯に働いているのに、最近日勤のユニクロと時給が変わらないことに驚きました。それなのにすき家は新店舗を増やしています。どういうことでしょうか。前省の役員報酬は2022年から2023年にかけて1年で1人当たり2553万円増えています。もっと現場に還元すべきではないでしょうか。口コミ10。働いている友人は3日泊まり込みで働かされたと言っていました。今では対策として寝袋を買ったとか、しょっちゅうシフト今から入ってくれと電話。一緒に遊んでいても急に電話があって申し訳なさそうに電話しています。時給は多少上がったそうですが、激務に見合うほどの喜べる額ではないとのこと。バイトに誘われましたが、お金は欲しいけどそういう環境だとちょっと二の足を踏みますよね。労働環境改善でいい職場はちょっと軽率な発言だとは思います。口コミ11。すき家のサービスがひどい、汚いとか言うけどさ、実際ワンオペを経験していないから何とでも言える。オーダー機器、調理、配膳、お会計、洗い物を何時間も一人でやると気が狂うよ。アルバイトが無断で休むことも珍しくない。社員なんだから何とかしろと言われても、社員だって手足は2本ずつしかないんだよ。テーブルが片付いていない、汚いなど文句を言われても、できないものはできないんだと叫びたくなる。嫌ならやめろって、簡単にやめれたら苦労せんわ。口コミ12。知人がパートとして10年近く勤務しているが、基本給が10円しか上がっていないと聞いた。他店舗の人手が足りず、ヘルプによく行かされるみたいだが、他店舗の新人の方が基本給がよくやる気がそがれると。ヘルプに行く移動時間の手当なども一切ないらしい。社員は厚遇するけど、パートやアルバイトには冷たい。ただすき家の管理状態が本当に最低レベルなら、国内2000店も出店できるわけがない。売り上げも月次を見たらわかるが、相当に伸びていて絶好調。一体どうなっているんだ？口コミ13。最近急にバイトが飛んだのか分かりませんが、研修中の名札をつけた学生くらいの女の子、平日の昼時に一人で慣れない手つきで回していました。その光景を見た時に本当に申し訳なくなっちゃって、自分が行くと店員さんが休めなくなる。また別の店舗では片足をギブスした状態で立ち仕事をしているスタッフさんがおられました。すき家に限らず、こういう店に行かないのもある意味思いやりかもしれませんね。あまりに過酷な現場で泣けてしまいます。口コミ14。牛丼3社を比較するとすき家がダントツで高収益。詳細を確認してみると、人件費の比率が3社の中で圧倒的に抑えられている。そりゃそうだろう、ワンオペなど仕事量に対する投入人員が少なすぎるんだからと失笑してしまった。以前より働く側からのワンオペ問題の懸念は何年も指摘されてきたのにずっと無視。例のクルーの死亡事件が報道されると、手のひらを返したように朝のワンオペ廃止しますだと、人間の命が失われるほど重篤な事態じゃないと、この会社は変わろうとさえしないんだなと失望した。口コミ15。普通のセルフ店と違って配膳と片付け会計があるから全然楽そうじゃなかったけど、ちょうど朝飯に行ってきたところで店内が混んでいるのにワンオペで各席には食器が残りまくり、注文は次々入るのに会計や水や片付けで呼ばれまくっていて、死んだ目でおじさん店員が一人でわたわた働いていた。食券機とウォーターサーバーを入れればいいのに、記事と実態があまりに違っていて困惑している。自民党に2500万円献金しているからやりたい放題なのか。引用新潟日報。口コミ16。前省がいい職場？会社都合で配属されたのに交通費申請したら当たり前のように却下された。こんな企業初めてだったぞ。ファミレス部門に配属されたので他社より早く店長に昇格。チェーン店なので経営能力とかではなく体力とやる気。24時間営業だから18時から9時の勤務を40日休みなしでやった。その時は体重が3分の2まで減った。前省の社員は飯を食う時間すらなく飢餓状態。口コミ17。バイトをしていましたが、ワンオペの何がやばいかっていうと衛生面です。清掃する時間なんて皆無ですから。客席側から不潔と感じた店舗には絶対に行かない方がいいです。絶対に。清掃する時間なんてないし、そもそもワンオペだから休憩時間も存在しない。現在は悪評が広がりすぎたのか、元気のありそうな若者のバイトは少ないですよね。ただ昔と比べると不採算店舗は夜間営業をやめたりするようになったのは進歩だと思います。昔は全店舗強制24時間365日営業でしたから。口コミ18。すき家でアルバイトをしていたものですが、ここはひどいですよ。必要最小限の人員で店を回すのですが、ひどい時は新人の子と自分を含めた2人で回すことがありました。去年のクリスマスでは深夜にアルバイトをする人がいないので、22時から自分一人で店の閉店作業。ここは人を人と扱っていないのでやめた方がいいです。それにワンオペでは早くしろ、便所が汚えぞ、テーブルが汚えぞと客に罵声と怒号の連打。悲しいかな、一人が文句を言い始めると席を切ったように言われ続けます。口コミ19。引用開始ホームページ。すき家には現在全国で約3万5千人のアルバイトが活躍しています。年齢、性別、国籍まで様々な人が働いているからこそ、他ではつながることのできない仲間に出会います。また、チームワークが重要な仕事なので、アルバイト間のコミュニケーションを大事にしています。未経験の方にも最初から丁寧に教えるので、安心して応募してくださいね。全国47都道府県に約1955店舗を構えるすき家だからこそ、勤務地の幅は無限大。自宅や学校近くの勤務地を選べるから時間を有効に使えます。口コミ20。これで最後です。何も変わっていないんです。深夜に2人でも売り上げが悪いとブレイク休憩を取れと言われ必要以上に休憩。稼ぎたいから深夜に入っても3時間とか強制的に休憩を取らされて稼げない上に結局のところはワンオペ。相方の体調不良で緊急ボタンを押しても本部から人なんか来ません。建前上対応するというだけです。とにかくコストカットばかりなので、アルバイトも他のアルバイトでは通用しないようなクズばっかり。バックヤードで動画を見て、就業中でも働かない。唯一の魅力はまかないで牛丼を食べられるくらいかな。すき家の牛丼は好きなんだけどさ。以上がすき家の大改革をテーマとした現場の口コミでした。皆さん、どう思われましたか？ぜひ感想をコメントで教えてください。はい、本日の動画いかがでしたでしょうか？今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それではまた明日お会いしましょう。では、さようなら。